気づかれた。助手が逃げるぞ。エルセレブロがいたら捕まえろ。生け捕りだぞ。いや、気をつけろ。そこにいるのはバレてるぞ。ミニガンを構えた敵がいる。コンテナの近くだ。おい、カルテルのメンバーだ。カルテルのメンバーが一人いる。タレット付近だ。何も見えない。ドローンがジャミングされてる。気をつけろ。警報が取り付けられてるぞ。おい、カルテルのメンバーだ。どこだ。
¿Qué pedo? ¿Algo se está moviendo ahí? カルテルのメンバーが一人いる。支援基地の中だ。二人目のターゲット発見。3人目の敵だ。ターゲットを排除。カルテルのメンバーが2人いる。どこだ？家の中にいる。ドローン展開。ドローンがおかしい。ジャミングを受けてる。カルテルの部隊を発見。家の前だ。スナイパーだ。塔の上にいるぞ。やった。家の前だ。二酸化炭素吸収装置。なんで人間がこんなに呼吸をするんだ。一息でどれだけの水分が排出されると思ってんだ。あの中で操縦士を二人生かすこともできるが、そうすると一人分の空間しかなくなる。マサならどうする。宇宙飛行士もここにあるんだ。大気圏を越えると星が色づくっていうよな。二酸化炭素、過酸化リチウム、水酸化リチウム、無水水酸化リチウム。活性炭だ。あ、いや、ダメだな。汚すぎる。綺麗じゃないとダメだ。操縦士たちは息の水分で濡れるからな。しかもトイレがない。あと食料を置くスペースを忘れてた。3人目の敵を確認。5人目のターゲットだ。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。 S
Esa vieja es peligrosa. Encuentre todo y encuéntrelo al mejor precio solo en mercado. Target o 確認した。Supermercados líder en Bolivia. Si no lo encuentra en mercado, no lo encuentra en Bolivia. いやあ、兄弟たち、ルドルフ・エルヤヨだ。私のことを知っている人も多いだろう。みんなお供と呼べることを光栄に思う。親しい者たちからカルテルについて不安があると聞かされた。誰もが抱いている不安だ。私は大地の女神パチャママを見ぬ。ターゲットを確認した。あいつは終わりだ。突き落とした俗悪な工業家とは違う。このメキシコの組織。カリオの集団を発見。家の中にいる。見えるか？やつらが探してる。気をつけろ。クソ、気づかれた。女子が逃げるぞ。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼む。敵の位置情報を送る。ターゲットをマークした。いつでも行ける。了解。ターゲットを確認した。ターゲットロスト。前長い。静かになってきたな。
俺たちが引き上げたと思ってる。こっちにヘリが来る。ターゲットを発見した。ターゲットを逃がした。確保。悪い悪い。でも俺が興奮するのも分かってもらえるだろう。これは憂慮すべき展開。憂慮すべき展開だ。そうだろうな。サンタブランカに協力してるようには見えないな。ってことはアメリカ政府の人間だ。ってことは俺の計画がこれから大幅に狂うってことだよな。そうだろうな。まあ想定内だけどな。対応策は用意してある。数週間前に、数ヶ月前か。有事作戦アルファ Z984 を発動すればいい。それで？もちろん優秀な兵隊さんたちの要望には全て応えるつもりですよ。少なくとも今は自分の生存確率を上げつつ、どの計画で逃亡を実行できるか考えるとする。お前とは仲良くやれそうだな。ニディアが探してるに違いない。だよな。俺のことをいつも心配してる。自覚してないかもしれないけど、やっぱり早く戻った方がいい。もしかしたら出ろ。それはやめとけ。でももう少しで分かるんだ。海底がどんだけ寒いか知ってるか。化学結合の問題は大丈夫。オリビアならこのエタノールアミンが簡単に見つかる。スケールの問題だ。リディアに電話してもいいか。忙しいかもしれないけど許してくれるはずだ。俺たち仲いいから。で、何の話だったっけ。アミン吸収？いや違う、アミン吸収には2部屋必要だ。人が入れなくなる。そうか。前にコロンビアの潜水艦の設計図で呼吸用のチューブが水面から出てるだけのがあった。温度はどうするんだって話だ。やっぱり解決策が浮かぶまでリディアには電話しない方がいいか。俺たち知り合いって言ったっけ。リディアを知ってるか。会ったことはないな。ちょっと待てよ。無人潜水艦だ。それで解決。ここから先は俺が連れて行く。そいつはありがたい。もうこいつの話はうんざりだ。お前の話を聞かされる気持ちが分かったか。ちょっと待て。デスター。なあ、ニディアンが探してるはずだ。ほう、そいつはちょうどいい。あんたはいい脳みそを持ってるって噂よね。これだけ深刻な状況になってるんだから、私の助けがいるってわかるでしょ。助けるわよ、協力すれば。その前に聞かせてもらうけどな、ここどこだと思ってんだ。この辺のブツはお前が父親の金玉にいた頃よりもっと昔からあって、お前が土に帰ってからも存在し続ける。わかるか。お前よりもブツの方が意義のある存在だ。お前のその偽善者ぶったドラッグ撲滅運動よりもな。で、ニディアのとこに行くのか、待ってんのか。あんた、これから牢屋にぶち込まれるのよ。そこで抱き枕としてネオナチに可愛がられるの、わかるわよね。そんなことに意味があると思ってるからダメなんだよ。レイプもコカインも殺人も全て無意味だ。野生のジャガーが自分の気持ちを自覚してると思うか。殺されるウサギが神のことを考えるか。なのにお前はバカみたいに自分に言い聞かせてる。変えられるってな。無意味なのか、エルセレブロ。エルセレブロ？俺じゃない。セレブロならとっくの昔に逃げてるぞ。初めからいなかったみたいに影も形もない。人違いってどういうことだ。俺たちが追った情報はほとんどセレブロが仕込んだものだった。その間に逃げられたな。じゃあボーマンが話してるやつは。セレブロのトップ潜水艦デザイナーだ。つまりスケープゴートだな。おい、ずいぶんレベルの高い悪役だな。
どの道カルテルの潜水艦隊は壊滅した。最高には何年もかかるだろう。エルセレブロはボーマンが奴の動向を追っているが、まだ手がかりはない。次へ進もう。ノマド、 ISA がサンドバルの遺体の場所を突き止めたかもしれない。全ての証拠を抹消できるまでスエイノの部下たちが保管してるらしい。彼が必要なの、わかる？故郷へ連れて帰らないと。私にはその責任がある。カルテルの連中は遺体を消せる。そうなる前に見つけ出して。了解だボーマン、誰も置き去りにはしない。